1983年の連載開始から昨年で35周年、今もなお多くのファンを魅了してやまない北斗の拳の原作者武論尊様よりご挨拶を頂戴したいと思います。ちょっと風邪気味なんで、こんな格好で失礼させていただきます。今市長が言われたように、僕はすぐ川向こうのすぐそこの下方ってとこで生まれまして、
もう、その千曲川はよく泳いで遊んでて、なかなかこの辺も多分隣の高瀬中学の小学校の方たちと陣取り合戦でよく石を投げ合ってたように思ってます。思い出があります。バルーンはですね、なんかの時に視聴室でなんか雑談してた時に突然柵でバルーンがやってるんですよっていう、そのバルーンのパンフレット見て冗談で、あ、じゃあ北斗を飛ばしたら面白いですねって言ったら、なんかやりましょうってなって、やるのはいいんですが、その時お金かかるって僕知らなくて実はお金かかりますよって、え、市が出すんじゃないのって言ったら、いや市はお金ありませんからってで、しょうがないんですぐ原先生のところに電話して、これこれこうですからなんとかなりませんか、僕一人じゃとても負担できる金じゃないんで、で原先生のところに泣きついたら、なんかこれ原先生も心よくキャラクターの利用とからそのお金の方も工面していただきまして、で、なんとか、市と、僕とその原先生の会社の MSP とで、なんとかじゃあ作るってことになりまして、まあ、冗談から出た話なんですけど、市の協力も本当にいただきまして、なんとかいい形にできたと思っております。ですから、まあ原先生が直にこう書き下ろしてくれたキャラクターもあるし、結構なすごい迫力 であると思います。で、骨がこのちょっと僕の生まれ故郷の空に飛ぶっていうことは少し期待して、本当に僕自身もワクワクしております。楽しみにしていただけたらと思います。どうも本当に今日はありがとうございます。